今回ちょっとソロアルバム出す前に延期が重なったじゃないですか、はい、コロナもあって、はい、でそういう時にやっぱりご自身でできることとかザ・モッチでできることとかいろいろお考えになったと思うんですよ。でそれでいろんな選択肢がある中にソロアルバム、あ、ソロのマキシを作ろうっていう風になったっていうそのきっかけみたいのはですよね。はい、ね、じゃあ順を追って話すと、はい、キックオンブーツツアー、あれが俺の、はい、まあ、腰のね、うん、病気で中断になって、はい、でその時に、キックオンブーツの次にアコースティックライブをやる、はい、もう予定だったわけ、はい、でその曲をちょっと作りなんとなく作ってたりして、うん、はい、で、まあ、それもちょっと工事なのかと、そうそう、デモね、うん、デモテープをってあったのかな。そう、はい、で体戻ってツアー再開して、うん、はい、ほんで何本やったっけな、ツアー再開して3、4本、もうちょっとやってる、うん、でコロナのなんかニュースが来だしたわけ、はい、で中止になって延期っていうか、まあ、なんかぐちゃぐちゃな感じ、ちょっとはっきりしない状況、はい、でそれで一回また止まって、はい、でそうまたアコースティックの曲を作って、はい、でその時にコージーと、デモを作ってね、はい、ほとんど完成して、うん、でじゃあこれを機会にデモテープのレコーディングをしようかってなったら、うん、非常事態宣言的なですねが来たわけよ、はい、それでツアーもキャンセルになり、はい、レコーディングも中止になり、はい、でいよいよもう本当に暇っていうか、うん、時間だけがあって、はい、でも曲は作ってたし、はい、モード的にもちょっとそういうモードもあったし、それでまあ映画見たり本読んだりいろいろしてるうちに、あ、これは本格的にやんないと、うん、当分無理だなと、コロナは収束しないだろうな、うん、まあ、日々ね、なんかそういう感じでしたね、うん、だんだんこう悪くなってくる。あれですね、モッツの東京公演もギリギリまでその延期になるか、そうそうそう、中止になるか、うん、ね、やるのかっていうところで、よくほら見えてなかったじゃ ん、 なんか見えてなかったです、はい、長くかかるっていう人もいれば、うん、なんか何ヶ月で、うん、今年の夏前ぐらいにはどうのこうのみたいな声も聞いてたしさ、はい、とんでもないなと思って、それでまあ曲を作り出したけど、うん、もうなんかテンション的に下がってるし、うん、それでなんか適当に作ってたらソロに行けるんじゃないかって曲がだんだん生まれだして、はい、それでちょっと真剣にコージ相談してスタジオ使えるっていう、うん、まあ、コージも珍しくまあ、ちっちゃなスタジオなんだけど、はい、掃除してたし片付けてね、かなり消毒とか消毒してたし、はい、いやすることないからね、ちょっと片付けてもしようかみたいな、うん、メンテナンスしたりとか、はいはい、うん、僕の方じゃあタイミング良かったの、そうね、僕の方もやっぱり全部そのライブもキャンセルなり、うん、で自分で作れる楽曲なんかはね、まあ、スタジオなんでこう作ったりしてたんですけどね、はい、うん、まあ、そこにそう、もう珍しく、うん、いや何曲書いたよとかねそんなことやってるんですかみたいな家でね、はい、うん、たまたまだからそのいや工事も人とあんまり会いたくないのかな、そのね、自粛だし、うん、緊急事態宣言もあったし、はい、でまあそれがじゃあいいですよみたいな、その代わり土足厳禁になりましたから的なね、はい、OK みたいな、で、緊急事態が終わって、はい、じゃあやろうかって言って、うん、スタジオ行って開けた時から開けてから瞬間からですね、うん、
開けても街は変わんなかったですもんね、うん、まあやっぱりね、で、まあ、2人きりだけでやっぱ本当はいろんな、まあ、普段ならね、あの、はい、いろんなミュージシャン呼んでやれることも、うん、やっぱまだちょっと危ないから、うん、まあ、最悪俺たち2人が、うんうん、まあ、まずやってみようみたいなね、うん、ところですよね。だからそれでまあ結果、まあ、その前にも経験してたからね、あのモッツのアコースティック、はいはい、ミニアルバムと、はい、あのその後の4曲マキシのモッツのやつもやってたから大体分かってたからね、そうね、それでまあ、うん、進めていったというか、はい、うん、まあ、経緯的にはそうですね、うん、やっぱりあれですよね、やっぱコロナでまあ最悪な状況が続く中でも考えたりするきっかけになる部分っていうのもあるじゃないですか、はい、いろんなものを吸収したりとか、その時にやっぱり森山さんがそのいろいろ本を読んだり映画を見たりとかってなさったと思うんですけど、はい、そういう部分も結構反映されてるっていうことですか。ね、確かにあのまあ暇だから、で何ヶ月か前に浩司からあの今ネットフリックスとか、はい、いろんなビデオ見れるじゃん、はい、でもあんなの入って見た方がいいっすよ的なこと、だいぶ前これ聞いてたわけ、うん、コロナ前から、はいはい、かなり見たね、いろんな、まあ、もちろん映画も見るけど、はい、音楽的なやつも見たし、はい、でやっぱそこで例えばロバート・ジョンソンであったり、うん、ジョニー・キャッシュであったりとか、はい、サム・クックのいかにそのなんか死んだ原因のね、うん、裏話とか、はい、まあ、そういうやっぱどっちかでは古いやつよね、うん、でそういうのはやっぱ見てなるほどなとか、やっぱロック面白いし、うん、でそういうやっぱあのトップ取ってた人たちの裏側っていうのはいい意味でも面白い、悪い意味でも面白いしね、はい、でそういうこうのしてて、たまたまその自分が DVD とか持っててビートルズのアンソロジーとかあったんだけど、うん、買った時見てほとんど見てないわけよ、はいはい、1回見たら、うん、ずっと見てないで、久しぶりにちょっと時間あるから全部見てやろうと思って、はいはい、ビートルズ最高だなと思ったね。あそれが出てますよね、出てるよね、2曲目とか、まあ、あれはもうまさに、うん、ビートルズっていうか、うん、アメリカ音楽を吸収したビートルズ、そうだね、っていうところがすごい出てますね、うん、やっぱ浩司もほらあのマックショーっていうね、はい、バンドやってもうまさにその売れる前のビートルズ、はい、ハンブルグループ、そうそうそう、はい、あのバンドだし、うん、だからあこの曲はきっと浩司とやったらうまくいくだろうな、うん、でやったのが2曲目ですよね。歌詞もあれですよね、ビートルズのナンバーのがずっと出てきてすごい洒落てるなと、うん、そう、どうせならちょっと入れてやろうかなと思ってね、うんうん、まあ、そういうものもこう書いてこられて、うん、でこう最初に作ってる時にこう見る時に、はい、いやこうでこうでねって自分の実体験みたいなのを話してくれて、はい、うん、でまあ世代違うわけじゃないですか、はい、僕なんかもね、そういうのもやっぱり、まあ、中学生ぐらいですか、中学生ぐらいの時に、うん、ね、こう聞いてたっていう、そういうのを、はい、まあ、話の経緯とかね、はい、やっぱり楽しいよね、それもね、それがなんかこう、うん、うまく曲に反映できるといいなみたいな、はいはい、うん、でそういうふうにこうアレンジしていったっていうか、うん、まあこう洗練しすぎず、はい、そういうなんか子供の頃のね、うん、こう衝動みたいなのもなんかこう出せていけたらいいなみたいな、それはそういう話も非常にこうアレンジする上でこう参考になったっていうかね、そういうのはありましたね、うん、なんかあの、まあ、ザ・モッツの音楽も35年前のソロにしても森山さんの今が出るじゃないですか、まあ、音楽が結果的にそれが僕らとしてはすごく楽しくて、あ今度今こんなの聴いてるのかなみたいな、うん、35年前のソロは、はい、もうバブリーだからあれも、ね、例えばポール・ヤングとかそう、ね、スタイル・カウンシルとかだね、そういうのがいや名盤ですよ、名盤だと思います、うん、名盤ですよ、うん、まあ、確かにあの頃はよくポール・ヤングスタイル・カウンシルよく聴いてたね、はい、うん、まあ、実際ロンドンのブリクソンでスタイル・カウンシルのライブ見たし、その時も楽しかったしね、はい、うん、だからあんまり人前で言うよりはこっそり好きかなとまあ時代的にね、そうそうそう、うん、時代的にね、一番かっこいい音楽でしたね、85年ぐらいに、僕はでもあのアルバムすごい好きですよ、ただバブリーよ、うん、バブリー、僕もあれすごく良くて、また今回
き直して、うん、すっごい洒落てるなって。そう、洒落てるよね。だから最初にそのソロやろうって時に、うん、これはできませんよって言ったもん、ね、これはできません、こういうのはできません、できませんから、うん、誰も期待してないから。そうなんです。でもあのジャスト・プリテンダーもあのやっぱり当時のザ・モッツとは違う自分の音楽をやろうっていう意識のもとに作られたと思うんですよ。ソロはもうそうじゃないと、うん、あの俺がモッツ曲を作ってない人ならね、はい、ただのこう、うん、シンガーシンガーとしてならまだあれだけど、自分が作ってるわけだから、はい、別にソロでやる必要ないっていうか、うん、でもソロでやりたいっていうのはやっぱあくまでも自分のやっぱモッツだったらこうっていうのがない、全く無の状態、うん、だからもっと無邪気になれるよね、本当にアマチュア時代の自分っていうか、はい、でそこの音楽をやっぱ作んないと、うん、だってモッツでやればいいじゃんって終わるもんね。だからジャスト・プリテンダーもそうだし、うん、今回もそうだし、うん、ある一つはシンガーでありたい、はい、一つはモッツではきっと歌わないだろうっていう、まあ、言葉であったり世界観であったりという、はい、まあ、チョイスの仕方よね、はい、っていうのはやっぱ意識はしてるよね、うん、だから個人に言ったのは絶対モッツっぽくなるなっていうのは、うん、まあ注文だね。それぐらいかな俺の注文は、うん、いや、うん、難しいからね、もう声が、うん、ね、森山さんの声なわけじゃない、はい、うん、でもうイコールモッツなわけだから、はい、自分の中ではね、うん、これモッツっぽくしないって難しい注文だなみたいなね、うんうん、それはありましたけどね、まあやっぱ歌っちゃうとモッツですよねって、まあそう冗談でね、歌入るともうモッツの曲になっちゃう、うん、で僕も、うん、もう体に染みついてるその、うん、モッツ感みたいなのがあるから、はい、やっぱりうん、こっちはもう普段からこう意識してないわけでね、そう、うん、モッツっぽくならないようになってね、うん、モッツっぽくなるように一生懸命やってきたもんね、うん、そう2人ともそこが大変なモッツっぽくならないように、うん、モッツっぽくしないように、うん、それはまあ難しいあれでしたけど、うん、まあなんかその森山さんのその個性みたいなのをこう素直に、はい、出るようにすればいいのかなと。もちろんそれでノーズメンバーが演奏するんじゃないから、うん、もちろんならないわけ で、はい、でそこの化学反応みたいなのがモッズだと思うんですけどね、あのメンバー同士の、はい、でそこじゃないところにこうスポットを当ててっていうか、うん、でもやっぱり結局森山さんもね、あのバンドの人なんですよ、バンド好きの人なんです、ね、はい、あのどうしてもバンドっぽくこうなってくるんですよね、うん、だから一つのそれはティーン・ボリアマーっていうそのバンドっていうか、うん、はい、ユニットとして、うん、こういうまあバンドっていうか集まりだったらどうなんだろうっていうことをまず、うんうん、あ考えて、うん、まあ多分そのジャスト・プレテンダーはそうじゃないと思うんですよね、バンド感じゃなくて、うん、シンガー・ボリアマーっていうものの、ね、うんうん、アルバムだったと思うんだけど、はい、まあ今回に関してはその今やれる、まあ、バンドっていうのかな、コンボっていうか、うん、そういうもののこうよく現れた、はい、うん、もので、構成できたらいいなみたいなのを心がけましたね。確かにやっぱりまた森山さんの新しい引き出しが見えたなってっていうところがすごくあって、うんうん、やっぱりモッツってビートルズのイメージとはちょっと違うところにないよ、ね、うん、あるじゃないですか、うん、でも全員ビートルズ好きなの。そうそう、僕はね、少なくとも分かるんですけど、ね、3人は好きなの、うん、はい、古いよ、年寄りはね。あえて出さないように、あのね、ここはちょっと微妙で、そのあえて出さないわけじゃないんだけど、ならないんじゃないですか。あのライブバンド、はい、ライブバンドとしたときにやっぱローリングストーンズの方がすごく勉強になったわけ、うんうん、はい、やっぱああいうこうパフォーマンスっていうのがビートルズのパフォーマンスよりやっぱりローリングストーンズのパフォーマンスの方が、うん、なんていうかね、引きつけられたっていうか、はい、それはやっぱ多分ミック・ジャガーのもんだと思うわけよね。あのブルー以降のジャムですね。まあまあ俺はアマチュア時代がそういう意識があったんだけど、はい、そのやっぱそういうお客を楽しませるっていうライブに関してはローリングストーンズの俺は多分惹かれたんだと思う、うん、でそれをやっぱ目指していった部分もあったから、どうしてもビートルズがこう
なくなるじゃないけど、うん、あんまり出さなくなったっていうのはどっかにはあるんだろうけど、うん、そこをあえて出す必要がもつではなかった、あんまりなかったような気がするね、うんうん、だから個人的にはだから好きでも、はい、持つってなるとちょっと違うかな。でそういうことを思ってるうちにクラッシュとかパンクが来たじゃないですか、はいはい、そこでも決定的だったよね。ああなるほど、うん、あそういうことだ。やっぱり森山さんって例えばそのフェイセスだったりロッドシュタルだったりとか、うん、いろんな引き出しがあっていろんな音楽を聴いてきた中でストーンズを選んだりとかパンクを選んだりっていうのはそういうこと、うん、だからパンク以前っていうのはもう、うん、なんていうかなイギリスのバンドがやっぱ好きなわけよ、はい、で当時のイギリスのバンドが全員アメリカの音楽好きなの、うん、全員アメリカのブラックミュージックが、はい、だそれが博多の俺として大好きだった。俺だから本当のブルースとか本当のカントリーとかやっぱものすごくきつい時があるわけよ。でもそれがイギリスに渡って聞くとすごくかっこいいわけよ。洗練されるんですよね。あのねやんちゃになってる。やんちゃになってくる。まずビートが速くなってるよね、はい、これってもう実はもうパンクない。なるほど。オリジナルビートが速くなってるってのはもう絶対パンクの、うん、まあ当たり前のことよね、うん、だからそういうリズム&ブルースあってブルースは大好き、はい、だから本当のマーディー・ウォーターズ聴くやっぱりローリング・ソンズ聴いた方が入りやすいわけよ、はい、だから俺はそういうまあそこがまた博多まで来たら、うん、今度はもっと速くなるわけよこれがやっぱ博多ビートよね。博多ビート、うんうん、それがタイミングで時代的にパブロックとかあったりしてドクター・フィル・グッドとか出てきてビートが速いルート66であったり、うんはいうん、なんイギリスと俺たち一緒やんみたいなね、うん、それは自信になったよね。だから影響を受けるっていうかね なんか当たり前みたいな、俺たち間違ってないよね、うん、で流行りとかそういうのってイギリスと俺たち一緒じゃんっていう自信だよね、うん、それは感じて、だからパンクとかすぐ入れた、パブロックパンクというのは、はい、もう抵抗なしに、うん、だその時にやっぱビートルズかストーンズかいうのはこう少しこうあどん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 あっちの方に行くっていう、うん、でも、うん、根はね両方好きよ。はい、その根っこの部分がすごくリラックスして出せてるのがもうちょっと一番の違いじゃないかな。あのそれはやっぱりコージとあのヤングバスカーズというちょっと、はい、お遊びユニットを作って、はい、でもお互いのそういうこうもうコージもコルツ忘れて、うん、マックショーも忘れて俺もモッツ忘れてちょっとなんか楽しくやろうよみたいなね、うん、酒飲みながらみたいな、はい、であれやった時になんかああこういう音楽もあるよねっていう部分を感じたけモッツってやっぱ、うん、やっぱどっかでプレッシャーであったり、はい、こうしなくちゃいけないという期待、うん、ファンに対するこうそれをやっぱ背負ってたし、まあ今でも背負ってるんだけど、はいはい、それを全部取っ払ってできたのがギャングバスカーズ、ね、うん、酒飲んでいいんだもん。俺もつ酒飲んでないから。あ、って言いますよね絶対もつの時は飲まない飲まないから、はい、それでもやれるっていうのはもう本当にアマチュアバンドとそんな変わんないわけよね、いい意味 で、うん、でそれをやれたっていうのはなんかもう一回そういうこうアコースティック、まあギャングバスカーズ基本アコースティックバンドだから、はい、アコースティックの見直したのも良かったし、うん、面白かったよね。で、うん、ボーカルがもう一人いるから、はい、すごく気が楽なの、うん、やっぱボーカル一人ってのはやっぱね、やっぱ背負っていくしかないから、はい、でも二人いればなんとかなるじゃん的なね、うん、でもこれって音楽バンドのバンドの基本だと思う、うん、なんとかなるみんなで頼り合って楽しくやる、はい、俺がやるんじゃないよみんなが、うん、それがあるからジョンもポールもジョージもリンゴも一流のミュージシャンじゃないのにみんなやっぱ最高のグループよね。なるほど、ビートルズ、はい、もううまく頼り合う、うまく頼る、これはバンドなんだっていうのを感じるよね、うん、まあ、そうですからね、うん、それを二人でやれたっていう、そうだね、それの延長というか、はい、もうだからそういう意味では、まあ、付き合い長いし、はい、大体お互い好みというかを分かってるし、だって2曲目のビートルズっぽい曲のサビなんか勝手に作り変えてたからねそこはまあねで、うん、ちゃんとコーラスまで入れて、うん、どうですかビートルズっぽいでしょ。あれコーラスがちょっとかっこよかったですね、うんうん、
やっぱり鈴木ですからね、今の時代の音になってるんですよね、うん、その古いだけじゃなくて、うん、コーラスの厚みがあるともうコーラスはもうビートルズっぽくよろしく、うん、一言言って俺もう帰っていくから、うんうん、やっぱコーラスね、あの好きなんでしょうけどね、はい、うん、モッズではね、なかなか実現するのも大変だ、久々と久々との声がハモんないわけよそこからそれはまあ、 あのその良さはもちろんあるんですよ、うんうん、もちろんあります、まあ、うん、あのそこでちょうどねそういうこともできるっていうことで、うん、僕もあのまあ森さんの場合はね、じゃああとよろしくねって言って、はい、僕もそこのその後作って、はい、まあ、LINE かなんかで送るんでこんな感じですけどどうですか、うん、おいいね、いいじゃんって言うけど、多分ボタン押したらできてると思ってると思うんですけど3日ぐらいもう3日3晩かけてもう必死でコーラスやってアレンジして、あのドラムもあのスイッチ押したらできると思ってるからねそんなことじゃなくて3日ぐらいもう必死で叩いて、今回でも岩川さんベースやってドラム全部の楽器をやってっていうところで、うんうん、一番苦労したことっていうのは、やっぱりあのただ作るんじゃないからね、はい、そのまあ苦労したところいろいろありますけど、なんせあのまずギター弾いて、うん、仮歌歌って、はい、こんな感じねって言って、まあそこで僕もギターでちょっとこう参加しつつ、うん、あでもないこうでもないってねちょっとやり合ってできたものを取っていくっていう 方もあるんだけど、まあ曲によってはもう完全に森さんが こういう曲だよって言ってもうギター弾いて歌ってそれをもうあの取ってある、うん、状態で、あじゃ あのよろしくって言って、はい、うん、もう結構ね珍しくなんだろうね7時ぐらいにはじゃあそろそろみたいな、うん、それでまっすぐ帰ったなんて30何年知ってるけど、はい、1回もないからね、さあ飲みに行こうかだからね、だってもう5時になったら大体そわそわし始める、そわそわしないけどだって2時に入ったんだから5、はい、まだ3時間しか経ってないですよみたいな、うん、5時ぐらい5時半ぐらいだったらこうね飽きてくるわけ、大体そんなことない、うん、で、まあ、普段よそのモッズとかのレコーディングだとかそういうときね、うん、まあ、集中してやってるときは別ですけど、うん、あと合宿とかしてね、うん、普段だと6時ぐらいになったらもうあの何食うみたいな何食うイコール何飲むだから、うん、でもう6時ぐらいになったらもう限度だと、ね、だんだんこう集中力も失って、はい、で6時半ぐらいになるともう半分草生えちゃってるような状態でできなかったな今回それが、うん、普段はそうなんだけど、はい、もう今回のに関してはそのまあいい時間に来て、はい、まあ、夏の暑い時ですからね、はい、自分で歩いて楽器持って、うん、もう汗だくで来て、うん、でまあ少しその話してもう報告も大してないじゃない普段のね、うん、世の中の状況変わらないから全然、うん、でわーっとこういう曲でみたいな、もう歌詞広げて、はい、こういう曲でみたいな、まあ書き足しながらやってたんですけどね、うん、それでもうあもう7時だみたいな、じゃあ帰るわみたいな、あとよろしくねみたいな感じのがもうしばらく、1週2週2週間ぐらいですかね、まあ休みながら最初続いて、はい、まあマキシは4曲収録してますけど、うん、むしろそれだけじゃなくて、まあ、そこに行き着くまでのあのいろいろもあったんですけど、うん、まあ、曲数で言うと結構ね、どうですか、まあ、半分ぐらいに削ったぐらいの、あ、そうなんですか、実は20曲近く、うん、20曲です、近く、うん、まあ、最終的にはね、はい、まあ、最終的にはもっとか、今もあの続いてる、うん、あ、そう、だからその実はマキシ一発で終わる予定だったわけよ、はい、気分的には、うん、ただレコーディングがすごくうまくいったし、はい、で個人的にも気に入ったから、気に入ったってよくできたなと思って、うん、じゃあさっていうのでもうちょっと作ろっか、もうだんだんね、
曲のすごいいい状態ですね。それはいい状態ね、うん、ただその正直言って俺ソロしたいんだソロしたいんだよで始めたわけじゃないわけ、はい、うん、分かります。なんか、はい、とりあえずソロちょっとやってみようか、工事スタジオどう借りれるみたいな、工事できるみたいな、いい意味でズルズルで入ったから、うん、ズルズルで始めたら結構いいのができたからです、ね、これはもうちょいやろうかって、うん、曲いっぱいできてるしみたいな、はい、で、まあ、これいつ放送なるか置いといて、うん、今もそれは続いてるわけ、はい、うん、あすごいですね。まあすごいのか、うん、なんなコロナのおかげなのか、ちょっとこういう時期じゃないと多分できないと思うんだよね、うん、そういう意味ではあの日にちも決まってないし、その何でしょう、締め切り、はい、いわゆるいつまで作ってくださいっていうね、うん、あのメジャーレーベルがよくやる、うん、でも俺たち今インディーズだから、はい、そういうのはもう自分たちで決めればいいことだから、そういう意味では好き勝手にね、うん、いい感じでやろうよ、俺じゃあ明日行くわとか、じゃあ当分よろしくとか、だからそういう意味でも、うん、まあどういう形になるか分かんないけど先はあるよ。先はある、うん、まだやってますか。ああそれすごい嬉しいですね、うん、だからそういう森山さんの精神状態も出てますよね。あの歌なりにその PV なりにも歌詞にもすごい出てるっていうのが今回すごい僕は感じて、この続きもっと最高になるよ。マジですか。マジです。結構ね、言っちゃった。いやでも本当あの結構いい曲ある。やっぱ時間がこんなにあるの久しぶりだから、はい、そのまあ本当良くないんだけどね、本当は仕事して稼がないともう事務所もやばいし、でもこんなに時間が曲を作る分にはやっぱいいよね、うん、だそういう意味ではすごい書いてるっていうか、あの無理して書いてないわけよ、はい、でそれこうしてこんなのもこんなのもあるこんなのもあるこんなのもあるって、うん、やっぱいいっすねって口では言いながらも大変だなと思ってると思うわけよ、うん、もう数で言ったらね、うんうん、あれだけど、でもあの従来やってるようなその、まあ、レコードを作るっていうかね、はい、その作業、よりもさらにあのこう掘り下げることもできるし、うん、こうラフな形のままこう出すってこともできるし、で僕が持ってるそのレコードなんかを森さんこんなにラフであのいい場合もありますよ、はい、なんかこういろいろその場でこう聞かせながら、ね、うん、あこれもいいねあれもいいね、うん、あそれこれあったね、うん、でまあ僕がその、音楽的な知識がねあのすごく広くて、うん、あのなんかいろんなことを知ってる、って視聴者の方思っちゃうかもしれないですけど、まあ、プロデューサーとか言われてるんでね、でも結局はスタート地点全部森屋なんで僕はただの、 あの田舎の少年でねこうずっと勉強させて、まあ、勝手にですけど、うん、勉強させてもらってきたっていう中で、はい、ここから吸収して広がったし、うん、あの深くなったもんだから、うん、あの話が早いっていうかね、そうです、あ、こういう、うん、サウンドを求めてるのかな、こういう感じを求めてるのかなっていうのが、うん、早い、はい、で逆にこっちも出しやすい、うん、例えば僕はあのモンズのマキシシングル何枚か、はい、あの一緒にやらせてもらって、はい、うちでやったんですけど、うん、それに関してはメンバーがこう意見交わして作っていく過程をこうずっと見てて、うん、で、それをあの収録してってるわけですけど、まあこういう方がいいんじゃないですか、ああいう方がいいんじゃないですかっていうのは多少ありますけどね、そのなんていうんですかね、そアレンジの面とか歌詞の面とかじゃなくて、うん、あのまあ処理の面とかそういうことであのやらせてもらって、うん、でまあ 2枚とか、まあ、スカーフェイスのやつもやりましたんで何枚かそういうのを事前にやって、うん、でこのソロを作る前にも、アコースティックツアー用の曲ももうやり始めてたし、はい、もちろんモッズ本体のねやつももう何曲も撮ってある、うん、でそれも進めてる中でのちょっと一回それは置いといて、うん、森さんのソロみたいな感じで、うん、あのいるか始まったんで、はい、そう、うん、もうだ
自粛のおかげだよね。そのおかげですよね。で、まあ、そんなにあの真面目に音楽取り組む人じゃないんで真面目ですよ、もちろんいい音楽作られてきてますけど、普段からそうやって音楽にね、こうなんかこう音楽は命だ的な、そのあの真面目マニアックな、そういう真面目なマニアックなの、うん、でも工事はもうその1枚目のマキシの時、森さんなんかサムクックのあんな曲があったらいいですよとか勝手に言うわけよ、うんうん、こう曲並べてね、はい、まあある、あるわけよ、他の曲も並んでるのに、うん、この曲はちょっと今回やめて、サムクックのですね、ちょっとポッと落としてなんかサムクックのちょっとゆったりしたこういうのないですか、ないですかって、あるわけないんだけど、うんうん、そうねとそっちの方まで、うん、いやそうねって言われても、うん、そうだねって言って、俺そのじゃあねって7時に帰って、うん、すぐ作ったよ。で工事、明日行くぞって、うん、もう明日、次の日にそれがラダダっていう曲だ、そうですね、うん、もうそういう厳しさがあるわけ、うん、いやいやだから、うん、そのそこいうとこに口を出したのは初めてっていうか、うんうん、あのモッズはモッズでメンバー同士のそのこのなんていうんですかね、グループで、あの、まあ、メンバーのマジックもあるじゃないですか、はい、うん、あのメンバーだからこそそういうものができた、うん、いいものができた、それで名曲いっぱい生んできたわけだから、はい、その良さもあるんですけど、うん、今回のものに関しては、森さんがそうやって持ってきたね、はい、これいいじゃないですかでレコーディングするんだけど、僕は勝手にサビ変えて、サビよ、うん、A メロだったら、A メロだったらいいけどお前サビ変えて、いやこうちょっとこういきましょう、うん、でそれ聞いてくれて、おいいいじゃない、あそれいいね、じゃあこれでいこうっていう、うん、やっぱりボーカリストの、ボーカリストだから、はい、根本は、うん、もちろん、まあ、ギターも弾けて、うん、まあ、全楽曲できてプロデュースもできて、うん、基本はボーカルだから、俺はパッと思って、あいいですねって言いながらも、こうすればもっとっていう意見は言ってくれるわけよ、うん、これはなかなか持ちではないわけよ。客観的に岩川さん見れる、客観的に見れるけ、うん、プラスボーカル主観的にも、主観的にも、あ両方の目があるからってことだ、そうだ、やっぱモツにそこがやっぱりなかなか難しいよね、うん、やっぱり、まあ、その良さですね、キサードにしてもやっぱベースプレイヤーとギタリストだから、うんうん、もちろん歌は歌ってんだけど、はい、しあのドストライクのボーカリストじゃないからね、うん、そういう意味ではドストライクのボーカリスト だから、うん、そこのキャッチボールはあの面白い、いくら年下だろうが、うん、この若造がじゃないあの良さがある、うん、的確にこう、まあ、そういうものも面白いんだけどね、うん、僕がこうこのコードどうですかこうって言ったら、おいいねって言ったら、うん、もっといいの出してやろうみたいなね、うん、それを僕が言ったことのアレンジを上回るような、いやここはこうちょっと残した方がいいだろうとこう、うん、とかっていうのを出してくる、それも非常に健全なキャッチボールっていうかが音楽でできるっていうのが、あそういうのできる人なんだなっていうか、ね、はい、まあ、生意気にもそうやらせてもらって、あの、まあ、それをいい方向に行くんであればね、あのいいことだし、でそういう、うん、あのまあ、僕はその葛藤はありますよ、うん、やっぱり黙って撮っとくだけの方がいいのかな、うん、ゴッホの絵にね自分のフィーリングで出していかないのかっていう、変えちゃダメだよ変えちゃダメでしょ、うん、まあ、そういうのもあるんだけど、うん、もし今その余裕があってなんか良くなるならぜひあの意見出したいなみたいな、うん、ふうにその、まあ、思えたんでね、 今そういう期間中だから、まあそういう余裕もあるだろうみたいなね、はい、でそれでなんかこうさらにっていうので、こう森さんが出してくるものっていうのが、まあやっぱり、うん、長くミュージシャンもやられてるし、そこが何でしょうね、経験値と、その差は埋まらないですからね、僕やっぱり随分年も下だし、うん、経験も、まあ10年以上の開きがあるんでね、はい、うん、その差はありますけど、そこは非常にこう面白かった、うん、キャッチボール一番面白いところ、そこ取っとけよみたいな、うん、思いましたけどね、多分けどあれ2人だったから多分そうなったのかなっていう気がしますね。でもあれですよね、
なんか付け足し付け足しではなくて、前も僕に若さ言ってくれたんだけど、うん、削っていく感じですよね。そうですよ、今回 の曲っていうのは、うんうん、まあそうだ、削るっていうかね、もういらないわけよ。そう、シンプルになってくる、シンプルだって、もういい歌といいメロディーといい歌詞、うん、いい音、うんうん、それだけで何にもいらない、はい、と俺はもう、だって結局工事も俺もそうだけど、やっぱ古いの好きなの、うん、やっぱヴィンテージな、はい、それはもう音楽だけじゃなく、はい、洋服にしたって物にしたってヴィンテージに憧れるわけよ。ヴィンテージって一発、はい、一品物よね、うん、そこにしかないの。革ジャン、うん、いっぱいある革ジャン、でも一枚がこうよれていってね、これオリジナルになるよね、はい、同じメーカーいっぱいあっても、はい、音楽もそういうとこが好きなだけであって、だから無駄なもんはいらないよね結局、うん、ギターがドンっていい音が出たらもうそこで決まりよね、うん、と俺は思うわけだから、はい、ゲットユアセルフの工事がミックスダウンして、森さん、はい、じゃあ聴いてください、こんな感じです、ドゥンツッドゥンでしたけど、決まりばいって、はい、言わせんばいってやっぱなる、うん、それがロックと思うわけよね、うん、あのさ、これもうちょっとイコライジングでどうのこうの、やかましいっていう、うん、もうそれはもうやってきた、はい、もう長年、うん、80年代に嫌、うん、っていうこと、もうなし、うん、だからやっぱいい楽器買おう、やってきたっていうことですよ、もういい楽器買っていい機材、うん、その俺たちが言ういいっていうのは好きな、あの時代の好きな楽器、あの時代の好きな機材、分かる、いいっていうのは決して別に新しいもんとか高いもんじゃなくて、なんならビートルズのアビーロードスタジオから取ってこいよっていうような機材がいいスタジオ、うん、俺たちにとっていい機材ね、はい、だそういう音楽を作りたい、うん、あの特にソロでは、もちろんそれあるんだけど、はい、特にソロではね。生きる意味